こんにちは、今鹿島ドルフィンビーチに来てます。イルカ触れ合いプログラムということで、イルカタッチ、触れ合いビーチ体験、イルカウォッチングと今3つのプランでイルカと触れ合うことができます。触れ合えるイルカちゃんたちはこちらですね。フランちゃんとフランくん、フランくんですね。フランくんとビールちゃん1匹います。白っぽい、黒っぽい。いや楽しみですね、今日はイルカと触れ合うの。ちなみにイルカと触れ合ったことは大地くんはあるんですか？ないです、初体験。じゃあ楽しみですね。ちょっと怖い。あ、怖いんですか、はい、結構イルカ歯がトゲトゲじゃないですか。噛めないかな、心配なんですけど、頑張って楽しみです。はい。期間はこちら。ぜひ皆さん遊びに来てください。さあ楽しんできます。紹介します。フランは白くて、ミールが黒いです。簡単ですよね、はい、でイルカみんな同じ顔をしているように見えても、顔つき、性格も一頭一頭違います。ぜひ皆さん2頭の違いをたくさん見つけてみてください。そしてもちろん見分けてみてくださいね。種類分かりますか？何イルカか思い出してる顔ですね。水族館で一番多く飼育されている種類で、バンドウイルカ、ハンドウイルカと呼ばれています。今日はこのイルカだけではなく、もう一種類覚えていただきたいイルカがいます。こちら見たことありますか？あ、ジュゴンではないんですけど、スナベリって言います。こちらも水族館で、はい、見ることができるんですけれども、ただなぜ今日スナベリを紹介したのかというと、この日間賀島の周りに野生で生息をしているからなんです。今日何か早かですので、お帰りの際船を見てる時にずっと海を見ている、ひょっとしたら見つけることができるかもしれません。バンドウイルカと違って背びれがないのも特徴なので、呼吸をしに来た時に見つけにくいかもしれないんですが、ぜひぜひ探してみてください。はい、手を消毒します。イルカを触ります。はい、ありがとうございます。私も撮ってる。白い子なんて名前です。僕に聞かないでください。白い子と黒い子、あ、色全然違う。おー、揺れる揺れる揺れる。これ落として落としていい。大地くん初めて触ったの？初めてです、イルカ。目を見てもらってもわかります、はい、フランはあの垂れ目です。垂れ目です、はい、なんか可愛い。わかりますかね、ちょっと眠そうな目をしてます。大地くん、イルカのオスとメスの違いはご存知でしょうか？
はい、顔で見るとわからないんですけど、お腹側を見てもらえばわかります。はい、じゃあまずこちら側向きましょう。ひっくり返ってください。お腹側よいしょ。はい、この子女の子。女の子。はい、ここを見ればわかります。はい。でこれお尻の穴です。緊張するとこ。で女の子なので赤ちゃんができたら赤ちゃんが生まれる場所があるんですが、それがこの長い溝です。ここ。で人間と同じ哺乳類ですので、イルカたちは赤あ、お母さんイルカは赤ちゃんイルカにおっぱいをあげますが、おっぱいがここに隠れてます。この短い毛です。ここ。そうです。はい。なのでメスだったら縦線が3本あります。でオスにはこのおっぱいの線で乳房なんていうんですが、これがありません。はい、そうですね、触った感触が大変っぽく、俺よりでかい。ちょっと僕動けないので次の方と交代してあげてください。はい、はい、ありがとうございます。足元気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。どんな感触ですか？すべすべ、気持ちいいです。美肌ですか？美肌ですね、これは保湿してます。すげえ、はい、イルカは体に毛が入ってません、はい、すごいすごい、はい、ありがとうございます。どうですか？かわいい。せっかくなんで尾びれも触ってみましょうか。さっきのが胸びれで、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。はい、どうぞ。はい、尻尾をつまんでもらって、はい、ですよ、せーのです。パです。はい、ありがとうございます。あ、喋った、喋った。ビーチランドでは一番鳴き声が可愛い。喋ってくると釣り大使だけにイルカと喋れるんじゃないですか。ひまかはみんな友達みたいな。水しぶきが飛ぶこともありますので、ちょっとイルカ飼ってもいいですか？これは体の動きとか手のサインでいろいろやってまして、はい、じゃあちょっとちょうど真ん中行きましょう。はい、心が癒されます。両手でバイバイ。体を横に振れば、うん、うわー、ここまで見えないぐらい回転します。こんな感じもあるんですよね。せっかくなんでジャンプをご披露しようと思います。していただきましたので、そろそろお別れの時間になりますので、最後にですね、プランからお別れのご挨拶があります。はい、見ててくださいね。バイバーイ。はい、ぜひ5月の末まで楽しみますので、ぜひまた遊びに来てくださいね。はい、ではご参加ありがとうございました。これ明日も来そうですね。楽しみ。餌の時間がおしまいの時のサイン。どうでした、初イルカは？いや、まず思ったよりでかいっす、近くで。ごめん、終わり。ちょっと腰まで水を浸かる前に訓練します。冷たいっす。冷たい。ちなみに本日は6月24日です。あ、でもちょっと慣れてきた。もう泳げるかもしれない。ほんと、じゃあ、あの水中カメラつけて飛び込める？行きますか。そうですね。うわ、来た。
しい人がいる。ちょっと興奮してます。はい、どうぞ。もうちょっと前でも大丈夫ですよ。もうちょっと前。はい、どうぞ。また違いますね、あっちから見ると。そうですね。はい、じゃあこの辺りを持ち上げてください。そうですね。ここで触ってもらうのちょっと違うかも、うん、筋肉の感じが。すごい。ちょっと揺れますね。すごい。すごい。はい、すいません。どうぞ。はい、どうぞ。ここが空気を。そうです。鼻です。鼻です。はい。はい。息するところです。口呼吸はしてないんですよ。しないんですよ。はい。人間は口でも鼻でも息をするんですけど、この子たちはここだけです。結構太いんですね。そうですね。どうもありは。体重はどれぐらいあるんですか？今260キロぐらいです。大地くん 5人分ぐらい。そうですね。でっかいなー。すごい。はい、じゃあまた方向から行きますね。はい、これは普通にこの辺に行く。この辺に。この辺ですね。あのスナメリっていう違う種類のイカが。スナメリ釣りしてる。ああ、先生、この辺はそうですね。でもスナメリより大きいですね。そうですね。スナメリ大きくなっても180ぐらいしかならないので。はい、どうぞ。すごいです、マジで。これこっちも大丈夫です。これ一緒に行きたいですよね。顔の形も違いますよね。背びれの形も一人と違うので、フランはちょっと先ちょっと食べてます。はい。フランちゃんは噛まれた子でしたっけ？そうです、そうです。結構泳ぐの早いですよね。そうですね。あの最高で時速40キロぐらい。40キロも出るんですか？はい。いや、イルカはちょっと別物ですね。魚とはやっぱ全然違う。そうですね。ボロザリでございます。見たことないです。大きいです。魚じゃないです。哺乳類。人間と同じなのでちょっとおへそもあります。ちゃんが来てくれました。フランちゃんはお魚と遊びに行っちゃう、はい、どこまで行っちゃったんですか？あ、帰ってきた。あ、帰ってきました。捕まえれたかな。27日以降だったら、はい、一般の方でもこうやって触れ合うことができるようになるってことですね。そうですね。9月23日まで、はい、電話予約が必要になるんです。電話予約、はい、電話予約。1日何回ぐらい？日によって変わるんですけど、はい、始まったばかりの時は多いなんか5回やります。5回、はい、頑張るね、フランちゃん。頑張ってね、岡島を盛り上げようね。かわいいな。かわいい。イルカ飼いたいとかはやめてくださいね。飼いたいですね。本当に大きいな。ここで3メートルぐらい。そうです、3メートルぐらいです。大地くんかけてもらえば。防水ですからね。これは防水なんで。ああ、なるほど。規格外です。鱗もないです、ね。そうですね。はい。こちらはミールちゃんです。こちらはミール。フランちゃんとミールちゃんは性格はどんな感じで違うんですか？フランは結構真面目 で、はい、でミールは結構自由です。あバイバイ。手振ってくれてます。
ありがとうございます。テンション上がって海に入った、はい、ありがとうございます。ありがとうね。はい、お疲れ様です。エンディングです。いや楽しかったです。本当にイルカ、イルカもここここ何回かおっぽでバシバシやられました。でもイルカの感触っていうのは、なんて言ったらいいんだろう、多分あれは触った人にしか何とも言えないと思うんで、皆さんもぜひ日間賀島にイルカと触れ合いに来てください。本当に楽しかったです。で、9月23日までになるんで、ぜひお待ちしてます、日間賀島でイルカちゃんたちが。バイバイ。